どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ユナイテッド航空マイレージプラスの ANA の国典航空券の必要マイル数一部変更とですね、バイマイル 70% ボーナスマイルキャンペーン、今回は見送りっていうのをね、解説していきたいと思います。ちょっとね、短い動画になってしまうと思うんですけども、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス保有している方はですね、結構重要ポイントだと思いますので、伝えておいてください。私の動画でね、マイレージプラスのクレジットカードの解説とかね、バイマイルキャンペーン、毎回解説させていただいてるんですけども、とりあえずね、今回の 70% ボーナスバイマイルキャンペーンはですね、見送りでいいと思います。というのもですね、2020年の4月ぐらいだったと思うんですけども、 100% ボーナスマイルキャンペーンを皮切りにですね、期間はねすごい短いんですけども、毎週のようにね、このバイマイルキャンペーンがね行われているわけなんですよね。で、 100% ボーナスマイルから 85% に下がり、まあ、今回ね 70% ということで、まあ、徐々にね、まあ、下がってきてる傾向にあるんですよね。で、またね、 85% とか 100% バイマイルキャンペーンがね、まあ、確定ではないんですけども、またね近い将来来るのではないのかなっていうふうに思っておりますので、今回のね 70% ボーナスバイマイルキャンペーンはね、見送りでね、いいんじゃないのかなっていうふうに思います。それではね、今回の本題であるユナイテッド航空マイレージプラスの ANA 特典航空券の必要マイル数一部変更なんですけども、先日ね動画で、必要マイル数ね、ユナイテッド航空のマイレージプラス解約みたいなね動画を出させていただいてるんですけども、東京からね札幌、福岡、距離にしてね800マイル区間の必要マイル数が、その時にですね5000マイルから5500マイルへと、まあ、変更になったわけなんですよね。で、当時ですね、ANA の便は5500マイルで、ANA ウィングとかの便はですね、5000マイル据え置きっていう感じだったんですけども、まあ、これがね、最近統一されたようで、全てのね、便が5500マイルっていう風に変更となっております。ですので、まあ、プラス500マイル増えたっていう形にはなるんですけども、ANA マイルでね、同じ路線を取るとですね、東京、福岡とか東京、札幌とかの区間は、7500マイル区間ということになりますので、まだね、ユナイテッド航空のマイレージプラスの方が、まあ、お得っていうのには、変わりはありません。またね、ユナイテッド航空のね、マイレージプラスでは、まあ、経由便っていうのもね、利用できるっていう話をね、毎回させていただいておりますけども、まあ、こちらもね、今も、利用することができますんで、まあ、そういう意味でもね、お得っていうふうになります。で、またね、直前の、発券手数料っていうのが、今まではですね、一律プラス3500マイルっていう形だったんですけども、これも最近ね、変更というふうになったみたいで、当日発券だと、元々の必要マイル数より2000マイルプラスで7500マイルっていうふうになりました。で、直近ね、10日から20日間の区間は、元々の必要マイル数からプラス500マイルプラスというふうになりましたので、6000マイルっていうふうになったわけなんですよね。っていうことなんで、まあ今まではね、一律でプラスね、3500マイルだったわけなんで、まあ一応ね、この点については、まあ必要マイル数がね、下がったっていうふうになりますんでね、改良点っていう感じになった感じなんですよね。いかがだったでしょうか？今回はですね、ユナイテッド航空のマイレージプラス ANA の国内特典航空券の必要マイル数一部変更と 70% ボーナスマイルキャンペーンはね、今回見送りっていう話をさせていただいたんですけども、一つね、覚えておいていただきたいんですけども、このユナイテッド航空のね、マイレージプラスっていうのは、大きめのね、あの変更がある場合はね、発表ね、事前発表っていうのをしてくれる傾向にあるんですけども、こういうね、細かい修正っていうのは、本当に何にも言われずにね、修正入って、次ね、特典航空券を発券しようと思ったら、あれみたいな感じで、必要マイル数、上がってる、下がってるみたいな感じで来ますので、ユナイテッド航空のね、マイレージプラス持たれている方は、まあ、私のチャンネルでもね、随時発信していきますけども、まあ、この点だけはですね、忘れないで、いただきたいなっていうふうに思います。
今回の動画はね、ちょっと短くなってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしていただけるととても嬉しいです。私のチャンネルでですね、こういった、各種マイレージですね、ネイマイル、ジャルマイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテルのことなんかについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はね、ぜひチャンネル登録していただけると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。